資源に恵まれた熊本、海と日本プロジェクト in 熊本では県内の海の魅力を皆さんにお届けします。綺麗な海を守り続ける海森ってなんだろう。海森とはどんな活動を行うのでしょうか。はい、海会とは、今から、十数年前東京で発足いたしまして、東部支部会海会が発足したのが今から12年前で、今の活動は、もぐしの海水浴場と大島と無人島がある島でのゴミを拾いまして分別をいたしまして、人という国際組織に一応分別作業の報告いたします。また見た目は昔と一緒で綺麗なんですけど、台風とか行った後にゴミの、漂着物があったら、ここ皆さんの会員の皆さんはほとんど船をお持ちなので、それぞれ会員が独自でゴミを拾ってやっております。海森の会に私たちも参加することはできますか。はい、OK です。無人島の大島で清掃活動やりますので、ぜひ参加してください。よろしくお願いいたします。綺麗な海を守るために私たちができることは何ですか。はい、まず住民の皆さんの生活排水、特に洗剤と、そういう化学洗剤ですかね、そういうのを流さない、私含めて牛深の皆さんの生活の、源というか、海があるから牛深が人が住んでるという形でと思います。熊本の綺麗な海を守り続けている海森の皆さん、私たちも一人一人が海森となって大切な海を後世に残したいですね。海と日本。